キチャンネル。ジョッ。さあ月曜日総チェック、はい、ということでもうこれでね前半戦終了です。まあ終了、前半戦終了って言ってももう90試合ぐらい戦ったチームもあるんで、もうほぼほぼ3分の2は終わって、あと3分の1ぐらいだから、まああと、まあ、それでも50試合ぐらい残ってんな、だから3分の1強残ってますけども、まあ、とりあえずは前半戦ね、オールスターということで終了ですけども、金土日、巨人対中日戦が、3試合コロナで中止になって、1試合見る必要なくなってよかったです。怒られるけどね、そんなよかったですなんて言ってればね、まあでもあれだけね、あの陽性者が出たら仕方ないっていうところでね、まあもうね結構ほぼ全球団、ロッテももうバンバン最初ね、小野慎吾さんから始まって、そっからバンバン広まってきてね、多分まだまだ出るでしょう。報道されてないけども多分もう発表されてる人いると思うけどね、まあもうコロナ次第でね状況もね、ということでまずは、前半戦の最後の総チェック月曜日やっていきたいと思います。中日対巨人ありませんけども、中日ファンの皆さん、巨人ファンの皆さん、しっかり見てください。まあね、見てくださいって言っても来てなかったら、もう来てる人はね見てくださいって言ってももう見てますよってことだけどね、で来てない人はねこんなところで見てくださいって言ったところでね多分見てくれてはないと思いますけども、もしドラゴンズファンの人とジャイアンツファンの人が今見てたら、あなたはすごい、はい、ということで、いきましょう。まずはですね、日本ハム対ロッテ、23日6対7でロッテ、24日5対4で日本ハム、1勝1敗の5分というところでね、まあ、オールスター前に日本ハムは連敗が止まって、ロッテはね、まあ、オールスター前に、まあ、連勝が止まったけども、まあ、しっかりね、いい戦い最近できてたんじゃないでしょうかね。まあ、最近ね、まあ、コロナで、きつかったですけども、他のチームがいない時にね、まあ、しっかり勝てたっていうところは大きかったかなと。で23日ね、6対7でロッテというところで、まあ、ロッテね、あれだけミスしたのによく勝ったっていうからの、日本ハムミスをミスでお返しするっていうね、どんな試合やっていうところでしたけども、日本ハムはね初回の攻撃、まあまずかったのがね、先頭清宮がね、ツーベースを打って、渡辺亮ね、ライトフライ、ファールフライを岡が落球、バッとドームなのにっていうね、落球みたいな、でファールで、その後デッドボールで、今度ライト前ヒットでノーアウト満塁から今川、タイムリー、高浜犠牲フライで、佐藤ね、エチェバリアのフィルダー抽出で、その後のね、郡もセーフティースクイズ、フィルダー抽出、あんな楽勝でセーフなのによくフォーム投げるようなエチェバリアみたいなね、あんな楽勝でセーフなのによくフォーム投げるような井上誠也みたいなね、もう楽々、あんなのもファースト投げときゃよかった、勝ったからいいけど笑えないよっていうね、あんな楽々セーフなのっていうね、でしかもワンアウト一塁残って、ね、清水フォアボールで、またワンアウト満塁から上野清宮が三振セカンドゴロで4点止まり、これで5、6点取れたね、ここ取ってたら楽勝で勝ってたんだけど、まあね、その後の2回裏にもね、今川がホームラン打って、まあ、この5対0からね負けるなんて誰も思わなかったけども、まあ、結果から見たらこう初回ね 5、6 点取れたなっていうところはあったけども、ロッテの守備としてはもうね適当にやりすぎっていうね。で3回の表ね、ロッテワンアウトからチャトリーがねツーベースで、オギドがレフト前タイムリーいって、まあ、このね5対0で序盤になった時に代々解説者もが言うのが、次の1点どっちが取るかですよねっていうね、こういった時にこのね5点差が6点差になってたらもうきつくなるけども、前半に5点差を4点差に立って1点取ればね流れが変わるっていうところでね、しっかりこのオギドのタイムリーで1点取れたのは大きい。でその後ね、4回表ワンアウトから、ね、ピッチャー西村に変わって川野からね、でレアードフォアボール、動画でデッドボール、おいおい、どうしたんやっていうね、あの何しに出てきたんやっていう、でエチェバリアセンターフライで、ツーアウトになって、ここでね、田村のショートゴロを上野がファンブルっていうね、これ、普通にアウトに取ったら、これ3点ないのよ、だから結局まだね、ミスをミスで返すっていうね、でその後、チャドリーがね、レフト前タイムリー、で荻野がセンター前タイムリーっていうところで、この時もね、西村、やっぱ制球乱れてる中で、ほぼど真ん中投げて、失点するっていうところで、3失点で、5対4、これは痛かったね、この回本当はあの上野のファンブルさえなかったら0点で切り抜けてたのにっていうね。で流れに乗って、5回表ツーアウトから井上レアードが、2者連続の、ホームランっていうところで、まあ、ピッチャーね古川これね、井上にもほぼど真ん中のストレートで、レアードにもほぼど真ん中のカットボール、いやしもうちょっと学習しようよっていうね、あのそらな打ってくださいよ、ボールすぎるよっていうね、
もうちょっと意識してしっかり低め狙うとかコース狙うと思って、ね、投げようっていう、まあ、最悪ね井上の時は、まあ、3ボール1ストライクになってもストライク取りに行ったっていうところはあるけども、取りに行ったにしても低く投げなきゃっていうね。でそこで、逆転されて、で8回の表ねエチェバリアツーベースを打って、でツーアウト三塁からまたチャタニがねタイムリースリーベースで1点、結局この1点大きかったね。で、9回の裏にね近藤がタイムリーいって、最後今川のセカンドライナー惜しかったね。でその中で、まあ、1点差に追いつくけども、まあ、ロッテの勝利っていうところで、ね、この日ヒーローインタビューも立ったけども、茶谷がね3打数3安打3打点で、1番荻野が3打数3安打2打点というところで、この9番から1番までの下位打線から上位の流れっていうところがね得点をね、生んだかなっていうね。だからこの茶谷が、高部の代わりをしたかなっていう、高部この日ね5打数ノーヒット、でもこの1、2番がね1番の得点源っていうところで、まあ、茶谷がね高部の代わりをして、この荻野茶谷っていうところの流れでねしっかり得点できたっていうところは大きかったし、あとはまあね、増田以外のリリーフ、まあ、増田最後はバタバタしたからね、あの佐々木千早、小野、東條、オスナっていうところリリーフがねしっかり2回までの5失点でね踏ん張ってゼロで抑えてきたっていうところもね、この逆転劇を埋めたっていうところではグッとリリーフだったかなと。あと日本ハムでいうと今日川野がね先発して、3回で、交代だから、まあ最初から多分決めてたんだろうね。でその後西村、古川、メネズ、吉田、玉井、堀と、ほぼリリーフデーみたいに投げるんだけど、このリリーフデーのまあ試合っていうのはハイリスクハイリターンなんだよね。だからそのメリットとしてはその先発がいないと、今ねコロナで先発もいなくなって急務で戦わなきゃいけないね、リリーフでつなげようっていう時に、まあそういうあの先発がいなくてもリリーフで細かく刻んで投げていって1試合を持たせようっていうところで、まあその先発がいなくてもできるメリットと、ピッチャーがどんどん変わっていくから相手打線からすると慣れない前に慣れる前に変わっていくっていうところでのメリットがあるんだけど、逆にデメリットとしては全員が完璧じゃないと勝ちきれないっていう、1人がもう本当に調子悪くてももう投げる回決まってるから、やっぱ1イニング完結してくれないとこの予定が変わってくるんだよね。誰かが3分の1で変わるっていうと、誰かが回またぎで1回3分の2とか投げなきゃいけなくなって、どっかに歪みが出てくるから、全員が完璧じゃないと試合をしっかり勝ちきれないっていうところで、この日もやっぱり、まあ、川野がね1失点、その後西村、古川っていうところがドドーって詰まってね逆転劇されるっていう、こういう難しいデメリットもあるから、結局ハイリスク入りたんじゃないのかっていうところで、まあ、うまくいかなかったなと。まあ、ロッテがねあれだけエチェバリア、井上全く無駄な送球をホームにして、で岡野ね落球っていうところでミスしまくって4点取ったのに、逆にね上野のファンブル、まあ、9回にもファンブルしてたけどね上野がね、そこをきっちりやっとけば、まあ、あのエラーなかったらしっかり勝てたけども、そこをファンブルして、まあ、あとねそこからその後チャタに荻野がね連打連打でできたのが良かったかなと。でこの日からなんとね、佐藤俊哉がコロナで離脱っていうところで、田村が一軍に上がってきて、4打数1安打でも 7点取られる、いいところなし、何やってんだっていうね試合展開でしたね。はい、続いて、24日5対4で、日本ハムっていうところでね、まあ、この日ね、もう、先発ロメロ伊藤っていうところで、また初回また4点取るんだよね日本ハムが。いきなりね清宮デッドボールで、木村はねレフト前ヒットで、近藤フォアボールでノーアウト満塁から、今川がなんとレフトスタンド満塁ホームラン、グッズナイスバッティングっていうね、インコースねしっかり来たところで、あこれは今日は勝ったんちゃうか、しかもピッチャー伊藤やっていうところでね、2回だからレアードがホームランって、レアードがちょっと復調仕掛けてきてて、で、の3回には井上っていうね、だから井上レアードの、ね、状態が上がってきたっていうところはロッテとしてはかなり大きいね。今までやっぱ高部荻野に頼ってたっていうね。で7回表にも、井上がねタイムリーツーベース打って追い上げるけども、この7回裏ね同点になってからの清宮のファーストゴロね、ロメロが完全アウトだったのにベースをしっかり踏んでなくて、セーフで、審判にアピールしている間にセカンドランナー佐藤が一気にホームイン、佐藤ナイスオール。あれをね、まあ、こうちゃんもすごいけども、しっかり最後までね、走って緩めることなく、ホーム狙っていったっていう、その走塁の姿勢ね、非常に、素晴らしいし、ロメロもね、審判にアピールしてる場合じゃないっていうね、あれ、そのまままあ、ホームに一目散で投げてもどうかっていうギリギリのタイミングだったと思うけども、ね、そういった相手の隙を見逃さず、しっかりね、決勝点勝ち取ったっていうところは、非常にグッソーリ、だったと思います。で、この日はね北山、堀とねしっかりリリーフがつないでね、最後の、ね、和田の牽制、堀がね刺したのもあれはね刺されちゃダメなのよ牽制ね、そら走るっていうところがね勝負どころの自分の持ち場の中で、
あれをね刺されちゃダメやっていうところでも、でも堀もねしっかり牽制して会おうと思って、で結果ね連敗ストップ1勝1敗の、五分っていう形になりましたね。ちなみに24日の日曜日の試合、里崎ごとではありますけども、各月最終月曜日がですね、ベイ FM アウェイクに朝6時から9時まで生出演しています。なのでほぼほぼ見てません。よしです。はい、これだけ一言言ってきます。さあ続いて、西武対楽天、22日9対4で西武、23日3対3の引き分けで、24日2対9の楽天というところで1勝1敗の5分でしたね。で22日9対4で西武というところで、西武先発渡辺ね、久しぶり、4月3日以来の今季3試合目ね、で今季初勝利というところになりましたけど、5回91球5安打3三振3四球2失点と、まあ、甘い球も多かったけども、まあ、勢いはあったかなっていうね、まあ、次回はねもっといいピッチングできるんじゃないのかなっていうところはね、若干甘め多かったなっていうところは気になりましたけど、まあ、しっかりね初勝利グッチ、ね、で楽天先発の則本、5回86球8安打3三振2四球1レッドボール5失点と、まあ、ちょっとね踏み込みがね浅く、ちょっとストレートのノリがいまいちかなっていうところで、ひょっとしたら本人も自覚してたんじゃないのかと、途中からねしっかり踏み出そうとしてね、あの思い切って左足にね体重乗せて踏み込むんだけども、それがバランス悪いから突っ込みすぎることになって制球がちょっと乱れ出すっていうところで、まあ、3回のね押し出しのところとかも若干突っ込み気味になるっていうね、だから本人も分かってたと思うんだよね。でまあ自分自身のいいピッチングできなかったかなと。でも今回はねもうエラーが全てまあ、悪い方に、行ったかなっていうところでね、楽天はね初回辰巳ね、レフト、鈴木光一バーッとノーアウト二塁になってね、銀次の、センターフライからの無得点なの。だからここがね、正直もうキーポイントなんだけど、この初回の攻防がね、これで最低でもこの辰巳を三塁に送ってれば先制ねできたところで、銀次がねセンターフライ打って進められず、でその後もね浅村島内が、サードゴロファーストゴロでね1点取れなかった、逆に西武はね初回鈴木のねショートゴロ小深田とんでもない悪送球後頭パン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 みたいな上行って、でノーアウト2塁ランナーセカンドも行って、でここできっちり西武側は源田がバンとで、森が3ボール1ストライクからストレートをねレフトへタイムリーで、山川デッドボールでジャンセン三振するけども、その後に愛とかランナー1塁からタイムリーヒットっていうところで、ここでねしっかりレフトへのタイムリーでもう1点取ったっていうところも大きかったね。で2回ね川越、ツーベースで、まだここで次がしっかりバントして3塁に送って、鈴木翔平が、ライトへタイムリーで、源田アウトになるけども、ツーアウト2塁から森がタイムリーヒットって言って1点で終わらず、その後もう1点取れたっていうね、この初回2回の2点2点っていうところは非常に大きかったね。でしかもこの2回まで全てのバッティングがまっすぐヒットってんのよ。ということはやっぱりさっきも言ったようにストレートのノリが則本としてはいまいちだったのかなと。逆にそこのキレ力強さが感じられなくて西武としては仕留めきれたのかなと。で3回裏、先ほども言ったようにツーアウト満塁から、ね、ノリが悪いね、則本がノリが悪いみたいなね、ちょっとなんかダジャレになってるけども、ストレートのノリが悪くてね踏み込まなきゃっていうところで踏み込みすぎて、でホームを崩して最後次鈴木ね押し出しで5点目を食らうっていうところで、まあ、全体的にバランス悪かったかなと。で楽天もね6回にまさかのこのまま5対0でいくんちゃうかと思ったら、まさかの4点取って追い上げるっていうところでね、島内鈴木大地ヒットヒットでつないでノーアウト1塁から茂木がね、タイムリーツーベースで、岡島もタイムリースリーベースで、川島慶三でセカンドゴロで1点取って、でワンアウトランナーなしから小深田が3塁打、この後辰巳銀次で同点に追いつけなかったのが痛いね。ここ追いつけてたらひょっとしたら逆転勝ちしてるけども、まあそこね、まあ、よくライオンでもね踏ん張ったっていうところもあるし、で西武はその後ねこのまま終盤どうなるか分からないところで、まあ、7回8回にねしっかり7回をね、ジャンセンのタイムリーで、8回は森でウネンティでジャンセンのタイムリーでね1点3点と4点と突き放したっていうところは大きいね。あと全体的にちょっとライオンズリリーフね、この日森脇本田は、まあ、ホールドついたけども佐々木含めてねちょっと疲れてきたね。
まあ、コロナで増田がいないから全部前倒しになるっていうところもあるけども、まあ、リリーフバンバンつぎ込んでたからちょっと疲れてきたかなっていうところはね、まあ、でもオールスターブレイクあるんでね、そこでしっかり休んでね、もう一回再調整し直したいなというね。で23日はね3対3の引き分けっていうところで、西武先発高橋光成7回103球6安打4三振1四球2失点自責では1っていうところでね、全体的に球がね高くて状態は良さそうに見えなかったけども自責点1で抑えれたっていうのはグッピッチね。で楽天田中マー君7回118球4安打7三振2四球3失点と、まあ、7回失点時ね2四球とワイルドピッチ、これ悔やまれるね。でギアね、ピンチになったらいつもギア上げてくるんだけど、そのギア上げた時に川越にね一発ポンってね一本打たれたっていうところもねなかなか厳しかったね。で楽天はね、この日3回表にね、山崎ライトねエラーはついてないんだけども、愛斗が突っ込んできてきて後逸でスリーベースになってノーアウト三塁から隅田に見逃し三振で武藤ね、この落ちる球をファーストゴロ引っ掛けるんだけども、山川がなんと華麗な身のこなしでホームアウトに取るっていうね。でここで武藤がね盗塁すげえ大好投、もうてんてんてんプリーンっていうもう大好投で、でもうまあ完全に逃げれてないんだけどね、低めの、カットボールで、その後ね小畑が三塁ゴロ抜けるかっていうところ、山川ダイビングキャッチ一塁間の球、山川一人でこの2点このしのいでね。でもその後ね4回表に楽天はね銀次センター前で浅村4-4-3ダブルプレーでね、この時もねピッチャー高橋コーナーね取れたと思うんだよね、ピッチャーゴロ取れたと思うけど、グラブ差し出して最後引いたんだよね、おっと思った瞬間にもう後ろにセカンドいて4-4-3ダブルプレーっていうね、あのわざと取らなかったあの判断非常に素晴らしかったね。でこれで終わりかと思ったら、その後島内がねホームランね、でその後茂木が内野安打で盗塁またも告げ大暴投で三塁へっていうね、低めのカットボール、だからこれ何が起きるかっていうと、カットボール慌ててるからもうこうなって取るとき、こうなってこうなんだよね、それは暴投を掘るっていうね、焦りすぎっていうね、まず取ってからやっていうね。で三塁行って、でここで岡島がねライト前タイムリーね、でここでもう1点取るって2点目ね、でその後また岡島もね盗塁、そりゃ盗塁するよね、あんだけ大暴投掘ってたらね。でも今度はねグスローね、アウトコースちょうどいいところのボールが来てね、それは突っ込んでいかないでいいところで取ってね刺したんだけど、低めの変化球こうなってんだよ、こうなんなきゃいけない、こうなってんだよ、それがダメですね、よく見てください佐々木を、ね、でここで2点取ってね、このでマークもその後結構いいピッチングしててね、このまま行くかなっていうところで7回裏ね先頭森フォアボールで山川三振でジャンセンがね、ファーストファールフライで、アイトライト前ヒット、このライト前ヒット、アイトねたまにコンパクトに打つね、あのライト前ヒットがねいいね、引っ張りだけのね強振だけじゃないっていうね。で外崎フォアボール、このフォアボール痛かったね。でここからギア上げるんだけども、川越にライトへタイムリーヒット、打たれて2対2になって、次のところでワイルドピッチ隅田にバッと上からいってる、体やろっていうね、あれはもうちょっとのもうダメだね、はっきり言ってバッタ取りもうパスボールに等しいブロッキングミスだね。で結局勝ち越しね。でこのまま行くかっていうところで8回平武藤にホームラン、しかもまた変化球っていう、ロッテ戦と同じっていう、まあでもこれもねまっすぐまっすぐまっすぐって4球つないでフォークっていうね落ちなかったんだよね、だからまあ仕方ないかと思うけどもね、もうちょっとよ自信持って投げてほしいね。まあ、ここで3対3同点になって、まあ、そのまま終わったんだけどもね、結果だからあのワイルドピッチが痛かったね、楽天としてはね。まあ、でもよくね追いついたかなっていうところで3対3のね痛み分けっていうところになりますね。で24日2対9で、西武の勝ちっていうところでね、違う2対9で楽天の勝ちっていうところで、まあ、楽天はね最後しっかり勝って終われたっていうところでね、この日は辰巳がね前日使ってくれたいんで今日は見せつけてやりましたって言ってましたけどね、4打数3安打2打点1ホーマーと、まあ、このやで小深田が4打数1安打と、まあね、1、2番が回って、その後ね浅村、島内、茂木とクリーンナップも回って、で14安打で9得点だからね、まあそら勝つねっていうね、ところで、まあ、西武としてもねこの3回の裏ね、外崎のツーランで4対2になってねいけるかっていうところで、この5回にね、浅村そして島内のタイムリーヒットで引き離して、まあ、ここでちょっとゲームセットかなっていうねところでは、まあ1勝1敗の5分、まあ、パ・リーグはね激戦というところでは、
しっかりね、あとカラシマもね、その前回ね若干高めに浮いて打たれたけども、この試合ね5回73球6安打1三振1四球2失点とね、しっかりゲームを作ったっていうところではね、2回連続悪いピッチングにならなくて、よかったなっていうね、まあ、後半戦にさらなる期待できるんじゃないでしょうか。結果ね1勝1敗の五分でした。はい、さあ続いて、オリックス対ソフトバンク。22日5対7でソフトバンク、23日5対0でオリックス、24日7対4でオリックス、オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、ソフトバンクはね西武が負けたっていうところでね首位ターンっていうねところになりました。22日ね、7対5でソフトバンク、オリックスね先発宮城3回61球5安打2三振1四球3失点と、まあ、3回表ね、野村勇にスライダーね3ランで3回でコンバーするんだけど、まあ、そんなに悪く見えなかったけどね。あと頓宮の構える位置が気になるんだよね。あのこれ野村勇に打たれたスライダーの時も若干真ん中目の低めに構えてんだけど、伏見の時に比べるとちょっと甘くないかっていうね構えるところが、そういったところがねちょっと気になったかなっていうね。あの野村勇に打たれたスライダーもねこの真ん中目に落ちていってね逆球になってそのホームランになっちゃったんで、まあ、失投といえば失投だけどちょっともったいなかったかなと。でソフトバンク先発杉山ね2回59球5安打2三振2四球5失点と、まあ、2回裏ね杉本レフト前マッカーシーね、ライトへツーラン、まあ、パワーピッチャーだけにねもうストレートを打たれたらジエンド、だからもう仕方ないね、これでポンポンでまっすぐ打たれたらね。でその後2アウトから頓宮をねレフトへツーベース、で石岡の、ショートゴロを今宮ねファーストにワンバン送球でタイムリーエラーね。この時によやっぱファーストね野村ね二塁ランナーいるんだから最悪止めなきゃね、簡単にスルーしてたらそれタイムレーラーになるんだから最悪止めるっていうねところを意識しないとちょっと簡単にそらしすぎたかなっていうところは気になったね。で3回裏ねソフトバンクは杉山から武田に代わって、フォアボール、連発っていうね、まあ急ピッチできたからっていうねところもあるけども、3回の表にね野村勇のスリーラン打ってで同点に追いついた中で悪い雰囲気がで、3回の裏に吉田センター前で杉本フォアボール、ここでね、マッカーシーの時に武田に変わるんだけども、ここでねフォアボールフォアボール押し出しで紅林がセンターに、ね、タイムリーヒットっていうところで、まあ、ここよこのオリックスとしては。その後ねなおノーアウト満塁2点取って、こっから頓宮三振石岡三振宗レフトフライで0点、これが痛かったね。結果的にこの後1点でも2点でも取ってたらソフトバンクがね勝ってたかも分かんないけど、この2点止まりだからね、武田も急ピッチで出ていったから、まあ、多分仕上がらなかったんだろうね。そこでフォアボールフォアボールっていうのは、まあ、反省しなきゃいけないところだけども、その後ね頓宮石岡宗っていうところをしっかり抑えたっていうところは非常にね勝ちにつながるピッチング、なったかなと。でその後ね5対3から5回の表に柳田がねセンタータイムリーヒット、この柳田が復調してきたのもね大きい。で7回表に柳田が今度ねホームランっていうね山崎幸也から、でここで同点になって8回表に甲斐のこのねスクイズよ、まあ、この時にね守備位置変えてレフト福田をセンターへ、でセンター中川をファーストへ、でファーストのマッカーシーがねレフトへっていうところで、このね野村がレフトへスリーベースで、リチャードフォアボールになってノーアウト一三塁でね甲斐セーフティースクイズ防ぐために変えるけども、その中でねセーフティースクイズダイソーシュートナイス走塁、ね、この走塁が生きてね、そのまあ、だからオリックスとしてもやるべきことをやったね。でその中でのプロのね、攻守のプレーっていうところで、まあ、しっかりね回もバンドを決めて、であのシュートも思いっきり突っ込んでいくっていうところでは非常にね両方の策がねやって、まあ、どっちが明暗つくからね、その中でもやるべきことをやったオリックス采配としても非常に素晴らしかったと思うし、その中でねしっかり1点を取り切ったっていうところではソフトバンクのね攻撃も非常にね素晴らしかったと思います。でその後ねこれ見てて思ったのが、ワンアウトでその後野村勇アウトになって、だ送りバントを決めて、でワンアウト2、3塁なんだよ。でここで、牧原ね代打で出てくるんだけど、俺ここでもう一回セーフティースクイズすればいいのにと思ってたら、まあ、打ってね、レフトフライになって点入んなかったんだけども、でその後ねデスバイネがね、押し出しになって1点取るけども、あの牧原もうここでもう一回セーフティースクイズしたら面白いのにってね、見てて、思いました。でまあオリックスはやっぱり平野につなげるリリーフが不安だよね。でもここでねあのリリーフ、あの平野もねまだコロナかななんかになってちょっと離脱してるっていうところで言いたい。でもこの時にね、まあね、あのオリックスのこと嘆いてばっかりでも仕方ない。この時ねオリックスね非常にねおおって思う部分があって、それ何かっていうと、ソフトバンクの攻撃6回、表ね
2アウト1塁から甲斐が、フォアボールで野村がねショートへの内野安打打つんだけども、これも紅林アウトにしないとダメだよっていうねところで、で2アウト満塁になって佐藤の打席でこの山崎幸也頓宮のね、バッテリーもうそれまでもうチェンジアップばっかり投げてたから、いやもう佐藤もチェンジアップ狙って打ちゃいいのにと思ってて、チェンジアップしかほぼほぼ投げてない。でリチャードの時も初球ストレートを投げて、その後2、3、4と、ね、フォークチェンジアップで三振で、その後、甲斐もねフォアボールになるけども変化球ばかりで、その後、野村イサインもね、1球ストレート使うけどもあと全部、ね、フォークっていうところで、まあ、ショートゴロ内野安打で、佐藤の時もね初球チェンジアップ、2球目チェンジアップ、それ狙わなきゃチェンジアップって思ってたらどうせって思ったら、そっからストレートストレート連発で三振。いや俺が打席に立ってば、まあ俺が打席に立ったら2球目のチェンジアップ打ってたけど、もうこれもし打ってなかったらこれやられたなと思って、この今まで変化球ばっかり使ってたけど最後の最後で内をポンポンってストレート見せてこう三振する、この配球はね非常にね良かったと思います。で23日、5対0でオリックスっていうところで、オリックスね山本8回120球4安打9三振2四球無失点と、まあここ最近ね7月2日対日本ハム戦5失点で、7月9日対ロッテ戦は1失点で勝ち投手で、7月16日対楽天戦4失点とね、来る中でちょっとね打ち込まれて抑えて打ち込まれてっていうねちょっとオスラみたいな感じになってて、なかなかね完璧な山本っていうところがねちょっと出たり出なかったりする中で、まあ久しぶりにね見てて、あこれも打つの無理だなって思ったようなピッチングで、グッピッチングでした。でソフトバンク先発石川ね、5回109球8安打5三振3四球2失点、三四球2デッドボール5失点というところで、まあ課題はね制球っていうところで、立ち上がりでフォアボール絡めて4失点取られたっていうところがねちょっと痛かったかなと。しかも対ね山本相手にっていうところで、初回ね先頭足立フォアボールで、札アウトに取るけども中川レフト前ヒットで、吉田三振取るけども杉本がねセンターへのタイムリー、これがねまあ甘めに入っちゃったんだよね。で2回裏もね、若月デッドボールで、西村バンドを決めて足立フォアボールで、福田がねライトへのタイムリーツーベースで、中川レフトへのタイムリーヒットっていうところでね、まあ、これフォアボールデッドボールが絡んで失点になってしまったっていうところでは非常にね痛かったかなと。でこの2回のね福田のライトへのタイムリーツーベースだけども、そのライトの柳田が、ね、ちょっと後方よこう打球が頭を越えて、なんか追いかけるのがね遅いんだよね、なんかゆっくりっていうか、え早く下がってたら取れたんじゃないのって思うんだけども、まあ、俺は外野じゃないから分かんないけどね、でもなんか遅く見えんだよね。だからひょっとしたら体のどっかが痛いのかなっていうね、ところも感じるし、でその後中川がねワンアウト2、3塁からレフトへねバット折りながら2点タイムリー打つんだけども、あれもねしっかりねここの肘入ってるからね、あのバット折れても負けないんだけど、あれはね折られたっていうよりね自分で折ったっていうね、バット折るのは自分で折るパターンもあるからね、この自分の力でね最後折り切るっていうところもあるから、非常にねバッティングの形としては良かったなと。だ最近のね中川見ててね、なんか俺らと一緒の時期にいた谷さんちょっと似てんなっていうね感じがするね。だから谷さんのようにね大きく育ってもらったらね本当にいい選手になるんでね、でもなんか中川イコール谷さんみたいなバッティングの感じがするのは佐々木だけでしょうか、皆さんどうですか。でその後ね、5回裏に宗ツーベースで、紅林ねライト前ヒットで、ノーアウト1、3塁から若月のね、ファーストゴロ、ね、野村がホームに投げて、ね、キャッチャー甲斐タッチアウトっていうところで、もうタイミングも完璧にアウトだったけども、ね、中嶋監督のリクエスト要求でコリジョンでアウトがセーフになりました。まあね厳密に言うともう甲斐ベースの上にいたし、あの左足がベースの角完全隠してたから、まあコリジョンちゃコリジョンだけど、もうタイミング完璧アウトだからね、もう批判を恐れずに言うと、もう俺はコリジョンやめればいいのにって言うて、そしたらもう怪我人出るじゃないかってね。だからこのコリジョンになってからメジャーも含めてねキャッチャーの怪我人っていうのがそういうクロスプレーでねゼロになったっていうのはもちろん素晴らしいけども、なんだかなっていうところはあるけども、あれはもうルール上で言ったらもうそれは仕方ない、コリジョンですセーフね、5点目入ってあとはね山本が完璧なピッチングをしてしっかり勝ち切るっていうところではオリックスとしてはもう完勝っていうねところです。で日曜日、7対4でオリックスっていうところでね、最後平野がいないからワゲスパック出てきたけど、ワゲスパックがねフォアボールで中川悪送球バッとで、リチャード内野安打でノーアウト満塁作るけども、牧原野村谷川原がね1本出ずね
3点差追いつけずに負けるんだけども、まあ、全体的にはね柳田の2本のホームランで、これオリックスまた負けちゃうんじゃないのっていうところでね、3回裏、宗紅林で若月のね、犠牲フライとともにしっかり勝ち切って、なんとね7回裏に若月がねホームランを打つっていうね、これ下位打線がね結構躍動してるっていうところは非常にいい形と、3回ねフォアボールで作ったチャンスも宗がしっかりタイムリーでね、勝ち切るっていうところでも、あと東山のちょっとねツーシームがねちょっと甘めに入ってね全部それを叩かれたっていうところもあるし、途中でねあの和田が緊急リリーフで出てきたけども西球っていうところでちょっと制球ね力入れすぎたかな、リリーフ短いイニングだからちょっと力入れてって言ってね、ちょっとホームのバランスあの崩しちゃったかなっていうね、まあ、ここはオリックスがねしっかり勝ち切って首位ソフトバンクにね勝ち越したっていうところは非常に大きかったと思います。結果2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。さあ続いては、セ・リーグ中日対巨人、コロナ陽性者たくさんでノーゲーム0勝0敗で5分でした。はい、これもちゃんと入れてくださいよ、あのアーカイブに中日対巨人のアーカイブ入れといてください。お言ってるじゃんって。5分でした。0勝0敗で5分でした。なぜなら試合してませんからね。はい、ということで続いてヤクルト対広島、22日2対5で広島、23日3対15で広島、24日4対2でヤクルトっていうところで2勝1敗で広島の勝ち越しっていうところになりましたね。で22日ね2対5で広島、広島先発ね大瀬良、6回113球9安打5三振1四球2失点と、まあ、初回ね2回ともに失点もその後ねなんとか抑えれてて、まあ5回6回の無失点がね非常に大きかったかなと。ヤクルト先発大川ね7回112球7安打2三振、無失点と、まあ、コロナでね人いなくてねやっぱ引っ張らなきゃいけないっていう、これ人いたら多分6回ね代打出てたんじゃないのかっていうところでね、この8、9でね逆転されたのはちょっと悔やまれるなっていうね、まあ1、2回にねいい形で点を取って、2回ねセーフティースクイズ失敗、これはね三塁ランナーね大瀬良のスタートが遅かったかなっていうところで、その後ね山崎のレフト前タイムリーで1点取ったっていうのは素晴らしかったけども、振り返ってねいきましょう。まあ、ヤクルトはね初回ワンアウトからね元山がツーベースを打って、坂口がねタイムリーツーベースでね1点取るっていうところで、このコロナでね人がいなくてもそのね大会出た選手がこの頑張れるっていうところは非常にいい形の先制だし、2回の裏もねオスナツーベース、ここがレフト前でねワンアウト1、3塁、ここでね大川が最初からバントの構えしてファーストランナー送るだけだよって見せかけてオスナが突っ込んでくるけども、オスナのスタートが遅い本当に。でこれでああもったいなっていうところで、その後ね1番の山崎がレフトにタイムリーヒットを打って2点目っていうねミスをしっかりね後ろのバッターがあの返すっていうところではいい形でできたんだよね。しかも岡川もかなりいいピッチングが続いてめちゃくちゃ良かったんだけどもね、このやっぱヤクルトとしてはこの5回6回の攻撃で得点できてなかったから大きくて、5回もね、2アウトから元山ツーベースで坂口ね、ライト前ヒットで2アウト1、3塁から村上がね、1点取れなかったりとかで、6回もワンアウトから長岡フォアボールでオスナセンター前ヒットで、ここがライト前ヒットでワンアウト満塁、ここで仮にもし清水とかそういうね今コロナで離脱してる選手がいなか、もしいたらね全員多分もうここの6回裏で代打が出てここ点取りに行って、その後多分7、8、9でリリーフ出てきて一球だと思うんだけども、やっぱ後ろがいないから小川帰れないと、まあ2点勝ってるとまあいいやないかと言って三振で山崎ねファーストゴールでアウトで1点取れなかった、ここもし平常時だったら俺は代打だったんじゃないのかっていうね。でその後まあ7回まで投げてね小川としてはもう完璧なグッピッチよ。で8回ピッチャーね梅野に代わってツーアウト取るんだけども、まあ、菊池のねサードゴロを村上がファンブルっていうねバッと村上で勝ってんだからいいやないかってね、それはまあもちろんそうなんだよトータルで見れば、でも1試合で見ればちゃんと言わなきゃいけないバッと、はい、守備ね。でこれ取ってたら勝ってたんだけどね。でその後秋山はねライトスタンドでツーランホームラングってこれで一気に同点になって、で9回マクガフ出てきてねいきなり小園がホームラン、でその後代で松山がツーランホームラングッグッね、で勝ち切るっていうね。だから広島もね2回4回5回6回6回とチャンス作ったり先頭を出すけれども、それを潰してきた中で最後ねホームラン3発で逆転っていうところではねもうなんとか勝ち切ったなっていうねところもあるし、ヤクルトとしてはやっぱりこの6回裏にねここ代打出せないチーム事情があるっていうところがね、まあ、結果こうなってしまったかなと、まあ、あとはミスがね痛かったなっていうね。であとねこのね
元山長岡のね、二遊間、この2回のね、長野がセンター前出て、琴野のね、463ダブルプレーの元山長岡のダブルプレー、早かったね、このセカンドも全部早かった。これで見てほしい、めっちゃいいプレーだった。何気にこのダブルプレー、おおと思ったけども、まあその中でもね、結果負けちゃったんだけどね。で23日、3対15で広島の勝ちっていうところで、広島、22安打15得点、もう言うことなしです。でヤクルト、ね、この大敗の中ね、6回裏に村上がね、ライトをホームラン打つ、まあ、こうあんまり大敗になりすぎると集中力がやっぱなくなってくるんだよね、まあ、これは仕方ないんだよね、戦ってて。その中でもしっかりね、集中力をなくさずに、このね、あの大敗の中も6回ね、村上ホームラン打つっていうところは、さすが日本の4番だなっていうね。もうだって解説しようないよ、もうこれもうチェックないんだもん。だっていきなり6点初回からね、野間菊池、菊池のセーフティーバンド、これはちょっとね、出足遅かったね、村上ね。これはアウトにしたかったね、バンドの構えしてたからね。でその後秋山がね、まあ、スリーランで、坂倉打って小園打ってんで、羽月、相澤がヒットっていうね、みんな打ったのよ。紹介する、1番野間6打数3安打、2番菊池5打数4安打1打点で、途中から出て矢野1打数1安打、秋山4打数3安打4打点1ホーマー、坂倉6打数3安打3打点、長野5打数ノーヒット。きつい、コロナがきついね、気持ちわかるよ、あるよ、俺もそういう経験ね。で小園5打数3安打2打点、羽月5打数2安打3打点、相澤4打数3安打2打点1ホーマー、長野5打数ノーヒット。きついね、それしかない、これはもうある、俺も気持ちわかるよね。だからもうそれだけみんな打ったんだよ、チェックしようがないよ。ナイスヒット広島カープの打線にグッね。でその中ね、まあ大量得点も守らにも守られて、森下もね、6回103球7安打5三振2四球3失点と、まあまあまあ試合をね、うまくまとめたかなっていうね、ところで原樹里ね、3分の1で6失点降板っていうね、まあいい形のね流れ作れなかったけども、こうなったら仕方ないね。で、24日、4対2でヤクルトっていうところで、まあ、サイスニードがね、6回106球3安打4三振2四球2失点と非常にねしっかり抑え切った。でその後もね、今野梅野マクガフっていうねリリーフも、無安打に抑えて、まあ、3安打しか打たれてないからね、まあ、その中ね3回オスナのねエラーで塁出して、で菊池がツーベース打って、松山のね犠牲フライで1点、この日秋山はねちょっとコンディション不良で休んで、で6回にもねフォアボールから長野のタイムリーツーベースで1点っていうところでね、まあ打たれてないからね最少失点で、逃げ切れたかなと。で2回はねサンタのホームランで、5回に長岡のねホームラン、長岡も帰ってきてからグッてね、竹岡には負けらんないぞっていうね、この竹長コンビのこのライバル関係のね頑張りいいね、チーム内競争が激しくなるとねいい形もねどんどん出てくるからね、この竹長戦争いいね。長岡もね負けじとホームランね。で6回山田哲人で、山田哲人がこの日から復帰してきっちりホームラン打つところがすごいよね。で7回オスナがねホームランってね、ホームラン祭りだね。山田も4打数2安打ね、帰ってきてすぐだからね、そういったところでは非常に。で竹岡ね長岡、この2人のねまた戦いがお互いのね能力を引き上げるんじゃないでしょうか。まあ、結果ねヤクルトがね、まあ、3連敗することなくしっかりね最終戦勝ち切って、で DeNA がね、負けたんでマジック点灯41になりました。結果ね、結果は2勝1敗で広島の勝ち越しっていうねところになりましたね。で、続いて阪神対 DeNA、 22日6対3で阪神、23日、甲子園、これ何、甲子園のプレーボール違うのあれだね、高速道路の警備隊のサイレンだね。もう今は甲子園のサイレンかと思ったよ、甲子園の話するから。もう高校野球も始まるしね。阪神対 DeNA、 7月22日6対3で阪神、23日3対1で阪神、24日1対0で阪神、阪神3連勝、ここに来て DeNA3 連敗だから、ヤクルトマジック点灯1勝2敗なのにワーオーっていうね。しかも阪神なんと5割復帰、開幕9連敗からね、これ言ったじゃん俺最初にね、こんなん別に最初スタートダッシュ悪くてもその後どうにかなるって言ってね、結果ほら、しかも大体ね、あの人のせいだから。それが誰か、セリーグ前半戦総括後半戦に向けてお伝えします。そちら水曜か木曜日です、見てください、はい、言わないよ、はい。
ということでね、22日6対3で阪神というところで、阪神先発青柳ね、6回99球5安打2三振2四球1失点と、まあ楠本のね一発のみっていうところで、もう安定感11勝目グッピッチ、さすがいい大学出てる帝京大学、はい。DeNA ね先発坂本、5月5日以来のね登板というところで、4回62球2安打3三振1四球2失点、まあこちらもね大山の一発のみっていうところでね、低めにしっかり投げてね良かったなと思います。4回ね先頭山本フォアボールも、まあ低めに投げ切ったからねのフォアボールだから、低めにしっかりねっていうところでは非常にねピッチング内容としては良かったんじゃないのかなと。だからまあ決めてたのかな、まあこの4回と点取られたからね、 DeNA としてはねその先あの4回ね楠本がホームラン打って先制してね行くけども、まあ4回の裏に山本ね9球粘ってねフォアボールで、近本アウトで佐藤アウトでね、ここでアウトアウト取るんだけども、大山にね若干高めに浮いたところをホームラン、ナイスホームラン。だから大山がやっぱり帰ってきて打ち出すとね、阪神の強さっていうのが、際立つかなっていうね。まあでもこの一発のみだからね、坂本もね、そういったところでは5回ね投げてんのも見たかったなっていうところはあるけども、まあ、相手が青柳っていうところでね、5回から京山に変わるんだけども、まあ、6回の裏にね、2アウトから近本デッドボールで、佐藤の時に伊藤パスボールバッとで佐藤出るバックスクリーンでホームランキッチ、60打席ぶりのツーランです。で7回裏宮國に変わって井戸原レフト前で、島田時に伊藤パスボールバッとまたで送りバントで、ワンアウト三塁から梅野フォアボールで、ここでライダね新加入ロドリゲスね、タイムリーツーベースロドリゲスね。大体このね新加入外国人選手って来た最初打つのよ。ロッテも途中で来た、俺の記憶上にあるカスティーヨ、来た瞬間いきなり猛打賞打ったりとか、あとワトソン、いきなり来た瞬間広島から交流戦の時にホームラン打つとか、来た瞬間って打つのよ何気に。途中加入誰も打つんだよ。こっからよどうなるのかね。でもこのタイムリーはね非常に大きかったね。でもうあとはもう青柳がねしっかり投げ切って、まあ、9回ねピッチャーアルカンタルに代わって、楠本とね山下の内野ゴロの間に1点取るんだけども、まあそれが精一杯っていうところでね、しっかり勝ち切れたっていうねところは大きいね。しかもこの打つべき人がしっかり打てたっていうところもね、試合内容としては非常に良かったかなと。で23日ね3対1で阪神というところで、阪神先発伊藤ね7回91球6安打4三振1四球1失点と、まあ、ストライク先行でしっかり勝負できて、しかもしっかり低めに制球できたっていうところも素晴らしかったし、あのゆっくりしたフォームで投げる瞬間でパッと力入れるっていうね、あのこのゆったりからクイックスローもね非常にバランス取れて良かったなと思います。で DeNA 先発今永ね5回101球5安打5三振4四球2失点と、まあ近本ね大山に2個、佐藤とねちょっと警戒しすぎてね、警戒心強く、まあ、4つフォアボール出したけども、まあ、粘り強くねしっかり投球できたんじゃないのかなというね。で阪神はね初回 DeNA、ね、先頭中野がね、ツーベースで、山本がバントで送って、で近本フォアボールでワンアウト1、3塁から今永の冒頭なんだけども、峰井バッとバッタ取り上からいってくる体でいけっていうね、なしょんやっていう、俺がもしコーチだったら激怒りやで。打つだけじゃないんだよ、そう取って止めて投げる、これ一番大事だからね、その中で打つやつ、ね、でパスボールで1点、カットボールをねバッタ取りで止めれなくて1点 阪神取って、で3回の裏にもね中野がライト前で、山本送りバントで、近本がねライトよりタイムリー、このもう 1,2,3 番の中野ね、今日山本だけどそこ島田入ったり、この流れが完璧だね。で6回の表にね細川ホームランよかったね。ちょっと高めにね、あのチェンジアップかな、ツーシーム浮いてきたところを一発で仕留め切って、おーってなるけども、8回の裏にね、ピッチャー平田、ね、ワンアウトからフォアボール、で、糸原ライト前、で、ロドリゲスがまたタイムリーヒットで大事な時に1点っていうね、ところで、だからこのロドリゲスの1本が2試合とも非常に効いてるよね。そういったところでは非常にね、あのいい形のね、活躍っていうところはありましたね。でね、あの DeNA はね、3回ね、1点取ってなおねワンアウト満塁で糸原のショートゴロをサトテル飛び出してダブルプレーバッと行きたがり、ほぼ目の前やん、戻らなきゃっていうね、ここでもう1点取れた可能性ある中ねっていうところは痛かったね。で DeNA は、5回表ね宮崎センター前、大和センター前でね2対0から、ね、ノーアウト1、2塁
作るけども、この三重のね、打ちに行ってセンターライナー近本がダイビングキャッチ、グッド。なぜか二塁ランナー宮崎がスタート切ってて戻れずダブルプレー、バッとノーアウトだよ。ノーアウト、そんな慌てていくことでもない、しかもそんな足速いわけじゃないのに、バッとで、ここ得点できずっていうね。これだから痛かった、5回表の攻めがやっぱ DeNA は痛かったね。でまあね、あの阪神はロドリゲスが2試合連続タイムリーっていい形で勝って、で、この日も、伊藤からね、岩崎とね、きっちり、後続を抑えてね、逃げ切るっていうところでは非常に、投打ともに完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。で24日ね、1対0でね、阪神というところで、ガンケのね、6回79、6安打4三振、無四球無失点、フォアボールないからね、ストライクゾーンの中で動かしていくっていうところでは非常に持ち味発揮して、やっぱりね、ここは浜地、湯浅、岩崎のね、この7、8、9のリリーフのグッドリリーフ。ね。で、その中、4回ね、虎の子の1点、山本レフト前、近本ね、内野安打でノーアウト1塁。で、佐藤のファーストゴロの間に進塁してね、ワンアウト2、3塁から大山はね、しっかり犠牲フライでこの1点をね、勝ち取るっていうところでは、まだこのね、2、3の山本、近本の流れがね、非常に、効いたかなっていうところで、まあ、このね、この日も中野がね、1安打、山本2安打、近本1安打っていうところで、まあ、この阪神は今、この1、2、3番の流れがね、非常にいいかなっていうところでね、まあ、ロドリゲスをファーストに使うとね、大山がレフトに行くから、島田がね、引っ込むしかないっていうところでね、まあ、こういう打順にもなるけども、そこをね、崩しても山本がいい活躍するっていうところは、非常に大きいしね。かなりいい形の戦いができたんじゃないでしょうか。結果ね、3連勝で阪神勝ち越しっていうところになりましたね。あとフレッシュオールスターの活躍組の話しましたけども、ここにねありますけど、概要欄にもありますけども、オリックスね、リリーフが厳しかったら宇田川をね試合下に入れてリリーフの厚みを増しましょう。で阪神もね、なんか困ったことがあったらね、遠藤とキャッチャーのね藤田をね、うまく活用して、ね、経験を積ませれば未来面白い選手になっていくんじゃないでしょうか、ね、さあということで最後ベストラインの発表いきましょう。パ・リーグからピッチャーオリックス、ムクドキ連ノーヒッター未遂、京セラドーム9回、2アウト2ストライクからの呪い、はい、キャッチャー西武森、打撃が向上中です、やっと本来のバッティングが戻ってきました。ファーストオリックス中川、もう外せない。セカンド楽天浅村、パワフル打法が復活してきました。サード楽天茂木、早稲田。ショートオリックス紅林 X、 レフトロッテ大木のトヨタ自動車、社会人都市対抗でも勝ってます。センターロッテ高部、国士舘大学。ライトソフトバンク柳田、広島経済大学。 DH オリックス吉田正尚、リリーフはロッテ大野、グーリリーフ頑張れ、はい、セリーグピッチャー阪神伊藤、横浜高校、甲子園出るのかな、まだ分かんないけど。キャッチャー阪神梅野、チーム5割復帰頑張れ。ファーストヤクルトオスナ、ベネズエラ。セカンド広島菊池、武蔵工業大学二高です。サード広島坂倉、守備の二刀流、キャッチャーとサード、ファーストレフトを守れるから四刀流かも、はい、ショート広島小園、ミレニアム世代。レフト DeNA 佐野、マシンガン打線復活か。センター広島秋山、もう日本野球慣れたよ。ライト広島野間、秋山に負けられない。リリーフ阪神湯浅、5割復帰の立役者です。はい、ということで前半戦終了ね。オールスター休み、休みましょう。4日ですけどね、皆さんもオールスター楽しんでくださいということで、佐々木チャンネルこちらで終了でございます。水曜日か木曜日に前半戦の総括出しますので、ぜひそちらもチェックしてください。よいしょ。